ズドンズドン、キリキリチョモチョモ、クルチョモチョモ、今日はいい日だね。サナちゃん見てるクルブシです。ジョーです、住宅街に響いてる響いてる。あ、車来ました。テコテコテコですね、はい。まあ、今日はちょっとしたリベンジなんですけれども、お今日は毎年恒例の、はい、恒例の初詣やってまいりました。ほんまはですね、うん、1月の2日に1回来たんですけども、あ2日でしたっけ、ね、元旦じゃないから行けるかなって甘く見ていたところ、うんうんうん、とっても撮影できる状態ではなかったので、すごかったね。ということで今年もやってまいりました、はい、足立区は花畑の大鳥の神社。パパパパーン、パパパパパパパーンということで ね、こちらも結構3回目ですか、今年もう3回目よ。去年はどうでしたか。あのね、くるちゃんは2年連続大吉を引いてる。あ、そうだっけ。で、初年度だけ2人とも大吉を引いて、去年は俺多分中吉、中吉、うん、ワンランク下がってしまったんですね。なので去年は俺は特にいいことはなく嘘嘘嘘、いっぱいあったよ。いっぱいあったよね。いっぱいあったね。でも今年はまた大吉を引いてですね。そうね、はい、弾みをつけていきましょう。ほんまに勢いつけていきましょう。ちょっと境内の中とか写真撮りながら、ねうん、ちょっとお参りしていこうかなと思います。思います。はい、それでは行きましょう。レディゴー。気にしました。いや、誰もいないですね。時間も時間やしね。ちょっともう夕方何時、ちょうど16時。あ、まあ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 、ちょっといい時間になってきましたね。普通の家庭ではあのクッキー食べてる時間ですね。あ、そうなの。分かんないですけど。いや、くるちゃんちでも4時にクッキー食べるんかと思って。食べますね。いや、いいよね、想像しただけでほっこりするよね。さっきトイレ借りてたんですけど、うんうん、そこに猫ちゃんがね、ほんまにおるやん、そこに。あの子めっちゃ人懐っこいんですよ。待ってるやん、もうもう触って触ってみたいな。さっき一回多分追うてるからもう待ってんじゃない。そうね、でもさっきはね、人に触られててさ、そう、俺のことなんて見向きもしてくれない。じゃあ次はおめえの番だぞってね。ちょっとすんごい可愛いおじいね。はい、入りましょう。どうもどうも。あ、猫ちゃん、めっちゃ可愛い。ちょっとこれさすが写真撮りたい。うん、消えた。ほら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 。めっちゃ癒された。ちょっとしこたま遊びました。バイバイ。あれは可愛いわ、ね、あんな来てくれるもんね。あ、まあでもなんかあれやね、まだ明日とかやるんかな、日曜やし。そうなのかな、たたずけてないだけ、ま、だそっか。でも普通たたんじゃうもんね、やんないの。そうやね。じゃあ、ホテテあれですか。やっていいんや。あ、ダメなの？尺はないね、でもやっぱ。あ、ここで、うん、そこでやれて、あれね。左手からだって。左右。左右。左右。腰腰。はい、食いたいな。じゃあ早速ともちゃんからいきましょう。はい、
杯に拍手、うん、乾杯。はい、忘れちゃった。あ、そうだよね。おやんないタイプだと思って。やばいね。ラキセブン。未成年酒。ご縁もあるし。言うな。おみくじ行きましょうか。つむちゃんから。いや。もうあそこに。みくじ開けていきたいと思います。じゃあどっちからいきますか。じゃあ俺から行こうかな。去年中吉だったんで今年は大吉を引こうと思います。やばい、なんかうまいこと開けてなかった。せーの、ドン、大吉。素晴らしい。なんて書いたんだろう。大吉、マジでちょっと偽造してないよね。船の港に集まるが如し。船の何事も緊張して心に任せし、されて心に委ねてから今の時に心を落ち着け、身をしまいて行く先のことを、なんやろ、よく思い定むべし。願望、自ら思う。ままなるべし、待ち人恩心なけれど来るべし、出物いずべし、人の知ることは注意すべし、旅行よろし、争いごとかつわざと自ら進む。なん抱く人って抱く人、抱く人って書いてある。早くてよろし、転居急がぬがよし、それから建築よろし、商業人気集まってよし、病気心身すべし、全開間違いなし、縁談女の妨げありて半ばよし、破るることあり、他人に頼みては叶いがたし、真実に世話する人に頼みてか、ちょっと難しいな。うん、でもなんかいいことはいっぱい書いてある感じ。素晴らしい素晴らしい、本当の大吉だ。リベンジしました。素晴らしい。今年やばいんじゃないですかね。じゃあ3年連続大吉いきましょう。あ、これ確かに難しいね。いきます。いやー、はい、じゃあ今年はですね、ちょっと去年が逆になっちゃいましたけど、はい、ちょうどだなって今年はやばいです、はい、イブ行こうと思います。ちょっと泣かず飛ばずで頑張ります。いやということでですね、今年は感じだったんですけど、うん、今年もよろしくお願いしますということですね。はい、今年こそは、うん、登録1000人超えまして、ミスターガンドスケチャンネルに続け、いや本当にとおもろい動画とかもね、そうですね、いっぱい出していけたらなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。久々に言ったのチャンネル登録、やばいどうでもいいみたいな感じでやってるから、はい、ちょっとね、お声もの早押しにちょっとバッしたいと思います。はい、今日はありがとうございました。人、触りあり、触れるってこと、お触りありってことだな。